はい、こんにちは、ビッグボーイと、えなりです。はい。はい、じゃあ、バトルフィールドの方も後付けの実況をやっていくよ。はい。君はプレステ3の BF3 をやってたんだよね。Yes, BF3 です。僕はパソコン版をやってました、3は。さあ、これはチーデス。チーデスのね、確かに多分16対16で、武器はファマスでございますよ。出た。でこのマスが本当に強いんだよね、こいつ。こいつも ES3 でよくやってくれたわ。やられる側か。やられる側か。でまあこの難しくて、まあこのブグ、うん、ファマスだっけ？ファマスはね、あの弾少ないけど、弾少ない上にレート高いけどめちゃめちゃ強いんだよね、当たれば。あー、俺好みの武器だわ。すごく俺好みだわ。にしてもこっ。これグラフィックをどう、こいつをどう思う？やべえやべえ、何これ、ただってリアルやん。やべえ。ちなみにね、あの64人ですよ、パソコン版と同じで。それね、グラフィックもそう。あ、まあこれは30、多分32人だけど。おお、あ、今のはね、あのヘッドショット食らったね、スナイパーね。わ、俺あの3版の BF をやってないからよくわかんないんだけど、うんうん、確かこのゲームスポットがね、なんだっけ ?R1 だったな。スポットね、それはないわ。こっちにはないわ。え、BF3 ってどこのボタンでスポットできたの？俺スポットした記憶がないんだけど。スポットした記憶がない。スポットは重要だろ。そんな記憶、やつあったっけな ?R1 でしょ？こっちはこれ。いや、あの BF4 はなんか、うん、スポットがしやすくなったとかってあったから、BF3 もなんか結構、なんか使いづらい位置にスポットのキーでもあったのかなみたいな。いや、あのね、確かに。はい、うい。なんかね、周りのやつらがね、なんとかが、なんスナイパーがいるぞみたいなことで、ね、言ってたんだけど、それはスポットしてるんだろう、味方が。俺、よく分かんなくてね、おそうか、分かったってことで、ね、バババンって、自分で撃ってただけだった。なんかすみません、ちょっと風がやだった。はあ、ちゃんとね、咳はね、カットできるんだよ。そんなの、まあ、そんなことはいいんだけど、はい。はい、はい。ね、ファマスがね、ファマスあまりね、あのコンクエストで使っても使ったりはしたんだけど、どうもコンクエストで使うと俺はデスが勝るらしい。コンクエストとかだったらもうスポット、はあはあ、結構いいじゃん。なんかね、 BF ステリーよりちょっと体力の減りが多くなったのかな、そんな気がするんだよね、体感的に。気のせいかもしれないけど。そうかもしれないな、確かに。そんなすぐ敵が来た、階段にも来てた、早って思ったけど、そっちかい。でもね、BF3 からちょっと、なんていうか、いろいろ便利な機能が加わってるか、3の時は死んだ時に、自分を倒した相手の固定カメラの位置でしか見れなかったけど、4ではね、あの、音、あれを、俺をセミ音にして打つと。まあ、そうだ。どうしてショットガンに変えたりして。ね、俺は操作ミスだね、俺はおかこだよ。ああ。で、あの、死んだ時に敵のね、どの辺にいた敵にどのように殺されたのかがなんとなく4から分かりやすくなったから良くなったっていうのと、あとこれはチーデスだから関係ないけど、敵の乗り物とかに与えたダメージの総量が分かるようになったんだよね。だからあとどんくらい当てれば壊れるかなとかが分かりやすくなったみたいな。あ、だねー、だった。それに結構モッド要素みたいなことが大きい。モッドじゃない気がするけど、今のはクレイモアだね。あ、だけどね、これ 1080p ではないんだよね。900p なんです、内部的には。まあ、それでも十分画質はいいけど。すごいなぁ。BF4、やばい、PS4 買いたかったけど。さてと。ただね、4月、まあ4月以前の話なんだけど、ちょっとラグが目立ってきたような感じがしたりも、まあコンクエストに限った話だけどね、チーデスは特に問題ないけど。ラグか。まあ多分それは修正でなんとかなるんじゃね。おおらおら、下にいる。おおおお、ほら、ダメだ。おお、危ない。もう、おいだい。マジか。今なってろよ。そっとかんだろ。まんな。ショットガン、うん、マスはショットガンってことでいいのか。まあ、うん、まあ、ショットガン。いやー、BF いいなー。
BF3 も君はちゃんとやり込んでたんだろ。一応やってたよ。何見てない。陛下は何が好きでしたかな。陛下ね、普通に戦闘です。普通に戦闘。ぜひ。あ、ぜひ。武器は例えば。思い出せないな。なんだっけな。全然やり込んでないじゃないか。いや、やってたけど比率がね、CVD のなかったんだよ。はあ。やっぱり。もう楽勝にゴーストよりこっちの方をたっぷり遊んじゃってるよ。マジか。でまあ、そうだよ。察するんじゃない。きっとゴースト敵の機銃を発見したから撃つ。機銃発見。機銃じゃないな多分。機銃じゃないなこいつは。痛い。おい。あれだな。俺の陛下あれだわ。そう突撃にしてあのパワーステイドで。あリロードした。うーい。あれだわ。あのピピってあるね。AED ぶってって。あ AED。除細動器じゃない。そう除細動器。あれねもう最強だったよね BF3 の時。もうだったあっ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 蘇生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 だったねあの BF4 からねあの、うん、驚異的に弱体化したからあれえあれねうんあっあっあで蘇生じゃなくてねこねこねこね蘇生って感じになってね、あのめっちゃもうめっちゃこねまくってあの与えたら与えたらそれに応じて 100% 体力回復したりまあそのまま普通に蘇生しちゃった場合は 20% ぐらいしか回復しないあだけど本来はそんくらいでいいはずなんだよ、うんうわめっちゃいるめっちゃいるめっちゃいるマスまあ一回交代して手榴弾だろ手榴弾だって一瞬で爆発しないじゃんいやでそれでこっち来たやついやてかむしろ COD と一緒に考えたら ダメだよ BF でそんな連続キルだなって機関銃でもあるまいそうかな、そうかな結構頑張ってたよ俺おう浸水するよそして COD からのおーいおーいダメだ確かこちらの動画はねあの後半以降で確か死にまくってた気がするよ調子がいいのは前半だけだったよあこのフィールドアップグレードスコアが失われたっていうのはねボールだなああそうだったあの分隊が全滅したって意味だったはずほう痛いそこだんどこだいないでおいでいでいでいおいいねでいいやー次から次へとねねこういう時になったら俺だったらあれだ援護兵になって援護兵にしてライトマーガいや俺はね途中で陛下を変えるだなんてそんなねそんなことはしないよ何男の中の男はみたいな、うん、もう男は一つの武器を決めてねいや、いや、あの厳密に言ったら俺一つの武器で戦ってないけどさマスとか使ってるけどおいおいおいめっちゃ来てるあーそっちかよまあ舞台はね、一応これ中国だからね喋、うん、ってる言葉がね、もうチャイナだね兵士もいるんだよねああそうだよ ね、まあ時代背景的にねそうかもしれないこれなんてステージだったっけななんとかリゾートって言うんだけどねエルドなんとかって感じそれはいいんだけど構造の一種なるほどねあうん、コンクエストとかではねこういう今作はね建物とかの倒壊がねマルチプレイ上でリアルタイムに起こるようになってて例えばこの建物の場合コンクエストをやるとあのマンションがあってそこのね左端と右端がね、うん、倒壊しますああなんか BF4 のティザービデオ、うん、あるじゃんあれ CG オブシャーカイってとこだねなんかさなんか中洲みたいなところにあるさでっかい、うんま、マンションあるビルみたいなやつビル、うん、そうそうあれも倒壊するよしっかりそう俺すげえと思ってさうんうんまあところでトークがはかどってるのはいいんだけどさっきから死んでばっかりなんだよねプーさん目プーさん、まあ、さっきからプーさんばっかの気がするあこの音楽はさあ勝利が近いさあさあさあおっ敵がスポット適当にスポットを連打してたらね敵が映ってるんだよそうだよね無視で確認とか上にめっういういってプーかよまたプーか22の12さああとさあ残りのチケットあと5枚5枚いけ US こっ
っち US か今気づいたは今ちょっと武器アイコンみたいのがあったけど、フィールドのあれはね、強武器がねフィールドに落ちてるんですよ。まあ大した使わないけど、よくやるね。上等手段だわ。いいか、あいつを倒したい、あいつを倒したい、いいね、あいつを倒したい、倒したい、倒したい。リロード。あ、敵が一人来てる。もう全然倒せてないよ。半分あたりから。いいね。グレポンうまい。グレポンじゃねえや。なんだっけ。これ使ったことないからわかんない。シュートだけです。あと一個、あと一体だ。あ、無理だ。勝ちましたよ。はあ。これは次世代ゲームの推移を感じますな。はい、これがバトルフィールド4だ。はい、というわけで、バトルフィールド4のチームデスマッチでした。はい、ビッグボーイとえなりでした。はい、ご視聴ありがとうございました。